どうも皆さんこんにちは、タレバック工場のアンドゥです。今回も7年後で待ってるパート2実況していきたいと思います。ロードゲームですね今回で、この診療室ここからやっていきます。さあどんな感じか、ちょっともう設定するのが疲れた。あ、来た、一木だ、出た、犯人絶対くん、ハルトくん、何、お、あれ、こう前回、そうあれなんですよ、実は捕まったんですよ。気絶させられてどっか別の場所に連れて帰ると思ったら犯人じゃない。大丈夫かい、少し様子がおかしかったけれど本当に大丈夫かい。今日が何日で何曜日か分かる？え、そんなこと言われたら不安になっちゃうよ。3月29日月曜日ですよね。うん、よかった、大丈夫みたいな。あ、よかった、 1K、 そりゃこんな声じゃなかったっけ、 1K。 そうだそうだ、今日この後どっかへ遊びへ行くのかな。いえ、特に用事はないんですけど、さっき先生も言っていた近くの病院に行ってみようかと。そうか、実は僕からもご両親に渡すものがあってね。今は、お、いちき？ちょっとどっかへしまってしまって。どこに？いちき、何してんだよ。いちき？あ、でも今渡すときっと邪魔になってしまうよね。あ、こいつなくしたからって。そうですね、ごまかしてやがる。よかったら帰りにまたここへ寄ってもらってもいいかな。わかりました、じゃあまた後で来ます。それじゃあ失礼します。いや、めっちゃいい子。あ、それと最初に話したハルト君の昔の話だけどね。え、そうだよ、昔話。僕も君の話を聞けば何か思い出すかもしれないし、また気になることがあれば気軽に来てくれていいから。あ、わかりました、じゃあまたね。はい、ありがとうございます。じゃあ、うわ怪しいぞ。あ、こっから俺の操作ですね。じゃあ行きますか、一回出ます。どこ行くって言ってたっけ。あ、さっきの何だったんだろう。あ、そうだよね、倒れたもんね。今まであんなことなかったのに、あの薬なんかやばいものなんじゃ。え、嘘、大丈夫かな。いや、そうだよ、不安になってない。とりあえず外に出ましたか。めっちゃ感じた、一気出てきた俺の中の。とりあえず病院に行ってみようかな。あ、病院ってどっちだ、この先かな。じゃあちょっと病院行くまでカット。あ、見て、みんな病院にやってきたわ。あ、待って、なんか話聞けそう。あ、待って、あ、来た、いつ治るんだろう。え、なんか患ってんのかな。待って、いろんな人に話聞いた方がいいのかな。え、でもとりあえず今病院行きます。じゃあ待って、一回この人にちょっと話聞いてみるわ。ごめんなさい、おいしょ。あ、月曜日から忙しい忙しい。あ、なんで働…あれ、あ、違う、ここじゃないわ。で、行けない、あれどこだ。あ、みんな来た、着いた、入り口、ちょっと行きます。さあ、何が、ま…あ、歩いてる、今勝手に歩いてる。ここは…うん、病院…あれ、あ、記憶がも…あ、懐かしい香りがする。え、やっぱり、あ、待って、新キャラ、もしもし、聞いてる、葵だって。聞いてるよ、ふふ、いっぱい見えるかな。あれ、なんかちょっと身長ちっちゃいよね。楽しみだね、流星君。え、そうだね、よし、じゃあ行こう。うん、あ、葵ちゃんとハルト、あ、この子かな、7年後で待ってるって。え、やべ、ちょっと鳥肌が立ってきた。お、なんだ、あ、流星群こっから見るの。うん、バッチリ、あとはここで待つだけだね。てんてんてん、ふぅ、ほ、葵、大丈夫。あ、そっか、病気か。え、やっぱり熱あるんじゃない。え、大丈夫、大丈夫だよ、ちょっと疲れただけ。本当に、本当本当ならいいんだけど、しんどくなったらちゃんと言ってよ。へへ、優しいね。でもどうするの、きっとこの階にはもう誰もいないよ。やべ、痛いとこ疲れちゃったパターン。あ、なんかある。あ、ほら、あれ、ナースの人が来てくれるボタンじゃないかな。あ、ナースコール、ほんとだ。でもボタン2つあるね。あ、ほんとだ、赤と R。 うん、青と赤どっちだろう。待って、これハルト君と葵ちゃん、あれじゃない、赤と青だよ。うわ、なんかある、これ絶対好きな方の色とか。そんなので大丈夫かな。大丈夫大丈夫、それにほら、私じゃなくてハルトの方が先に降参しちゃうかもだし。そしたら私がボタンを押してあげるね。なんかそれ競争みたい。へへ、競争だよ。いや、我慢比べかな。とにかくしんどくなったらちゃんと言ってよ。了解。あ、なんだ、幼い頃の記憶だきっと。これ何してんの、流星群を見るのに我慢比べて、どういうこと。ん、ちょっと寝ちゃってた。今何時だろう。葵、
ビグ、青い、はあ、はあ、青い、青い、どうしたの、大丈夫、青い、大丈夫、熱がある、誰か呼ばなくちゃ、急げ、赤と青どっちを押すみたいな、そんな選択させられる、青と赤、二つ押そう、青、やっぱ春と青だ、あ、なんだ、いや、当たった、はい、どうされましたか、あの、佐々木ハルトです。今、第二病棟の2階にいます。ハルトくん何してるの？みんな探してるのよ。愛花さんは？葵ちゃんは一緒なの？愛花、葵も一緒にいます。でも、とてもしんどそうで熱もあって、早く来てください。すぐに向かうから、そこで待っててね。やばい。葵！葵、もう大丈夫。すぐに誰か来てくれるよ。ハルト、ごめんね。流星群、見れないね。そんなのまた今度でいいよ。へへ、ありがとう。ところで、どっちの色を押したの？青だけど。私は赤の方が好きだな。へへ。じゃあ次は赤を押すよ。へへ、何それ、変なの。でも、今度はきっと私が押してあげるね。だから競争じゃないって。次は、花もいいな。花？うん、花。何花って？花か。あ、お花を見に行きましょうってこと、流星群の次は。なるほど。あ、やっぱり幼い頃の。今のは僕の記憶？葵ちゃん？葵、そう呼んでたけど。思い出してる。なんか、ダメだ。これ以上思い出せない。うわ、なるほどね。何かあったんだ。でもやっぱり、僕はこの病院にいたんだ。葵、あの女の子は一体。そうだ、もしかしたら市木先生みたいに僕のことを覚えてる人がこの病院にいるかも。ちょっと聞き込みしてみよう。あ、なるほどね、聞き込み作業が始まるんだ。あ、待って、勝手に動いてますね、今回も。でもこんな場所でいきなり話しかけるってちょっと恥ずかしいな。いやいや、何言ってるんだ、そのためにこの町まで来たんだから。あ、じゃあちょっとこっから多分話しかけていくんですけど、多分ちょっと長くなりそうなんで、パート2はここで終わりたいと思います。じゃあみんな、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。